どうも、こんにちは。まるです。今日は、今ですね、届いたばかりの、アットモット、プロミストさんから届きましたので、開封、ね、一緒にちょっと動画撮りたいと思います。はい、こんな感じで、届きました。こんな感じですね。旅行行くときにね、歯ブラシとか、シャンプーとか入れるのに、いい素材ですね。これにも、同じの書いてます。袋になってるみたいですね。お、ちっちゃ。見てください。こんなです。はい、手元ですね。これ、今350届きました。ちなみに、フォッカー持ってる人はね、フォッカーと思ってるけど、フォッカーよりちょい短いぐらい。これほんとでもね、継ぎ目はわかんないな。確かここでね、取れるはず。あ、ここね。ほら。すごいね。これはなかなかだね。ピタン。ほら。ほら、綺麗。すごいなぁ。うん。ボタンの押し心地も、まあまあかな。すごいなぁ。テンション上がるよね、こういうのって。で、中になんだっけ、こういうの入ってんのね。で、これね。まあ、一応ね、これ、これ、アトマイザー側が、ポジティブ、プラスじゃなくて、逆にね、このように入れろよっていう、書いてます。ワンリンと。こんな感じ。これね。して、こうはめるんだよね、きっとね。お、ちょっとこれか。これでね、きっと調整するんだと思うんだよね。おー、すごいね。この気持ちいいね。これが多分、こうね、ここで。これもいいですね、この。工具使わないっていうのはポイント高いか。うん。すげえ。すげえな。基板が入ってるけど、まあ、メカニカルと一緒なんで、電池によるところが大きいですね。その抵抗値はね。これ今適当に近くにあったやつ。うん。お。お、見た今の、これ。これ。あれ？さっきね、通電しなかった？一瞬。うん。なんか怖いな。なんだろう。今ね、今なんか、アトマイザーねじ込んだら勝手に通電した気がする。ちょっとこれ、調べてみようかな。調べてって言って調べる。ちょっと使ってみてまた、そんなようなこと起きれば、ちょっと報告しますね。うん。大丈夫そう。おー、いいね。うん。これね。まあ、大差ない大きさですね。だからやっぱね、ロックが、このやっぱボタムスイッチが面倒になっちゃうんで、面倒になっちゃうんだよね。これ一回一回こう、横だと転がるしね。なので、サイドスイッチいいなと思ったのと、やっぱここね、この見た目の綺麗さ、やばいね、これ。うん。やばいね。まあ、逆にロックがこれついてないので、やっぱりここでこう緩めとくとかね。うん。なんかしら知っておいた方が、まあ持ち運んだりするときはいいと思うけど、まあ、使ってる分にはね、こう置けちゃうのはいいですね。う
まあこの基板の恩恵がどの程度あるかってちょっとわかんないんだけど、単純にスイッチがこうコンパクトになってるのがやっぱいいのかなって気はしますよね。いやしかしね、かっこいいね。うん、すごい気に入りましたね。よし。あら、あ、ここも取れた。うん、だからどうしたってわけでもないんだけどね。もう俺ちょっとね、元のレビューはできないね。